こんにちは、BNK48 の久保美織です。私はちっちゃい頃ずっと、本当にちっちゃい頃はお母さんに歯を磨いてもらって自分の歯をケアしてたんですけど、大きくなってくるにつれて、まあ、自分で歯を磨いたりして、歯の自分の状態はいつも確認はしています。今アイドルになって今アイドルになってすごい歯は大事だなと思うんですけど、それはなんでかっていうと、アイドルはファンに笑顔を見せることがとても大事だと思うし、あとその笑顔を見せることによってファンの人たちが幸せになるっていうのことが私たちの仕事なので、私たちはその笑顔が見せた時に歯ってやっぱり見えるもので、その歯があまり綺麗じゃなかったら、あれ、なんかあまりなんかハッピーな気持ちになれないなっていう人たちもいると思うので、やっぱり私たちは歯は命だなっていうふうに思ってます。今日はバンコクスマイルデンタルクリニックに来たんですけど、私は今回歯のチェック、状態のチェックと、あと、ドクターの方に歯のクリーニングをしていただきました。とても先生もすごい優しい方で、室内もすごい明るくて綺麗なところだったので、ぜひ皆さんにお勧めしたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。